ハンガリー語、マジャル語は、主に、ハンガリーで話されている言語。現在は、ハンガリー及び、セルビアのボイボディナ自治州にて、公用語となっている。ハンガリーでは、住民の93.6%のマジャル人が、ハンガリー語を話し、国語化している。言語故障である、マジャル語と呼ばれることもある。旧来は、公語と略した。ハンガリーを中心とした周辺の国々、モルドバ西端部、 イタリア北東端部の一部、ポーランドシロンスク地方を含む、南西部の一部、ウクライナ西部などにも使用者がおり、和社人口はおよそ1450万人で、うちハンガリーに住む人々は1000万人ほどである。カナダやアメリカ合衆国などのハンガリー系、移民共同体の内部でも話される。また、イスラエルでも、ユダヤ系ハンガリー人移民に話されている。ウラル語族のフィングゴル語派に分類され、 フィンランド語やエストニア語と同系統の言語であるが、意思の疎通が全くできないほどの大きな隔たりがある。歴史的経緯から、スラブ諸語やルーマニア語とドイツ語とイタリア語の影響をある程度受けているが、インドヨーロッパ語族とは系統が異なり、生命や日付などの語順もインドヨーロッパ語族の言語とは異なる。ハンガリー語のボインズ同士の語管末において一部の死因は、 動詞の低活用もしくは命令型に現れる J によって別の長いシーンに発音のみが変化する。一部のシーンは発音のみでなく綴りも変化する。命令型においてのみ変化する綴りには次のようなものがある。詳細はハンガリー語アルファベットを参照現在、主にラテン文字を文字表記方法として採用しているが、近年古来のハンガリー文字の使用も広がっている。また、 ラテン文字の母音を初期礎として表記する際にいくつかの区分符号を使用している。ハンガリー語は形態的には公着語に分類され、母音調和の原則を持つ点で同じウラル語族のフィンランド語やアルタイ書語と呼ばれるトルコ語、モンゴル語、また朝鮮語や日本語などとも共通する特徴を持つ公着語であるハンガリー語における名詞の格変化は 名詞に20種類近くある格を示す設備字を、こ着させて示す。また、所有設備字を、名詞の語尾にこ着させて、その名詞の所有者を示す。例を挙げると、のようになる。動詞の活用には、低活用と不低活用の2種類がある。目的語を取り、その目的語が三人称もしくは低監視を伴う、ものであれば、動詞は、低活用を行い、それ以外ならば不低活用を行う。 ハンガリー語の母音は、超音するときの下の位置によって、全母音と語母音の2種類に分類され、またそれぞれの母音に音化が、単、蝶の2種類があって、区分符号をつけて区分する。また、全母音のうち、お特に遠心母音という、公着語である、ハンガリー語の母音調和は、ある語の末尾に、付属語を公着する際に、設備される語の母音によって、設備時の母音が、このため、 ハンガリー語の設備字には数種類の異なった形が存在する。例えば方向角を示す、角語尾はの2種類の形がある。外来語や複語語など、全母音と語母音の両方を持った語に付属語が交着する場合は、その後の最後の音節にある母音に調和する。ブダペストの場合は、全母音の E が、最後の母音であるから、必ず全母音の設備字が交着し、 ビシグラードの場合は、ゴボインのが最後の母音であるから、必ず後母音の設備時が到着する。つまり、地名のブダ、ペシュとブダペシュとビシェグラードにそれぞれ日本語の絵にあたる付属語をつける場合、と母音調和を行うことになる。詳細は、ハンガリー語の動詞を参照一方で、ハンガリー国内で売られている、一般的な国語辞典は、収録語数が2万語程度である。また、 合成語も多く、ある程度の語彙があれば、意味の判別は容易である。ハンガリー語は、ウラル語族品、ウゴル語派ウゴル書語に属し、系統的には、マンシ語やハンティ語に近い。ウラル三陸から、はるばる精神してきた歴史が伺える。系統図は、ウラル語族を参照。ハンガリー語では、単語の共生は常に第一音説に置かれる。ありがとうございます。